韓国の現代自動車が2011年に発売開始した車種。サブコンパクトカークラスに属するモデルである。スポーツカー路線のキャラクターを持つサブコンパクトカーで、ボディタイプとしては、シューティングブレークのような形状を持つクーペットに、ボックスハッチバックの中間的存在であり、どちらに分類するかは意見が分かれるところである。運転席側が1ドア、助手席側が2ドアという、 期待小スタイルになっている。初代モデルは、本国使用者は公式サイト上で、エクウスやジェネシスなどともに、ラグジュアリーと分類されていたが、後に後述するピルの独立項目に入れられた。2代目は、常用カテゴリーに入っている。2012年4月、ターボ搭載のベロスターターボが追加された。韓国では、ピルライフスタイル I40 登場後以前は、 プレミアムユースラボという新ブランド構築のために年間1万8000台の発売とされておりシリアルナンバー入りのメンバーシップカードも配布するとのことである。グレードはユニークとエクストリームの2つで価格はユニークで1790万ウォン、エクストリームで2095万ウォンとなっている。一方、米国ではヒュンダイモーターアメリカがレッドブル及びリース。 未練とタッグを組み、ラリー乗車を完成させシカゴモーターショーで発表した。米国ラリークロス選手権及び、X ゲームズに参戦する予定。このマシンは、排気量を2リットルにするほか、HKS 製ターボチャージャーを装着する、四輪駆動に、するといった改造をされている。富山モーターショー2014では、富山広域市を拠点とする、韓国プロ野球球団、 ロッテジャイアンツのリリーフカーとして屋根をカットし室内を改造したベロスターが展示された。この車種はヒュンダイ発の DCT 搭載車種とする報道もあった。当初は韓国使用車 PDF 版カタログには6足 AT と従来型の6足 MT が設定されているという胸のことしか記されてなかったが、後の2011年7月に DCT が搭載された。また、 ライバル車種として、ホンダ CRZ、サイオントンカーボン、ミニを想定しているとされる。また、前述のように変則的なボディスタイルであるが、不便であるという理由から、マツダ RX-8 のような観音開きのドアを採用していない。2018年の1月に、北米国際オートショーで発表された。ベロスターのアイデンティティであるセンター出しのマフラーと左右、非対称デザイン。 近年のヒュンダイのデザインアイコンとなっているフロントのカスケードグリルを継承しながら、さらにダイナミックなクーペスタイルのデザインとドライバー中心のインテリアを備えている。エンジンは1.24リットルターボのカッパエンジン、1.6リットルターボのガンマエンジン、2.0ローナのニューエンジンに加え、高性能モデルの N には 最大 275PS を発揮する2.0リットルターボのシータエンジンが搭載される。トランスミッションは1.4リットルと1.6リットルが6足、MT と7足 DCT、2.0ローナが6足、AT と6足 MT、2.0リットルターボが6足、MT と8足 DCT から選択可能である。全モデルに衝突被害軽減ブレーキや車線逸脱警告。 車体前後の衝突警告などによって構成される、ヒュンダイスマートセンスパッケージを搭載している。ベロスター NE 特はベロスター初代が、トミカの韓国車シリーズで、モデル化されている。ただし、バックドアは、一般的なサンドアクーペのように、リアウィンドウから開く実際、ウィキペディア内でも韓国5番記事では、ハッチバック、英語版記事では、クーペとされている。また、 韓国向け CM にもハッチバックとクーペそれぞれの文字が別々のカットで大きく表示されているほか2016年4月現在オーストラリア向けヒュンダイ公式サイトではスポーツカー項目でハッチバックとされている左ハンドル使用者では左1右2右ハンドル使用者では左2右1という構成となっているバンコクモーターショー13ヒュンダイ大使場で 存在感発揮なるか、レスポンス2013年6月8日閲覧、韓国向けプレスリリース項目以下、すべてレスポンス。2011年3月12日閲覧。シカゴモーターショー11、ヒュンダイの新型スポーツクーペ、ベロスターに、ラリー仕様登場。シカゴモーターショー11、500PS モンスター、ヒュンダイベロスターに、ラリー仕様、ヒュンダイベロスター。 ベイドリフトキングの走り、動画、デトロイトショー、ヒュンダイモーター車、サンドア・クーペ、ベロスターを、世界初公開 https www.hyundai-n.com en m o d e l s デ n veloster-n.do ありがとうございます。